シャツにカップをつける。普段着ている普通の T シャツやカットソーに市販のカップをつけることができます。夏場暑い時に服1枚ですっきり過ごせます。なお前身頃のみですのでホールド感はありません。 T シャツ自体は形を変えないので裏部分を取れば元の状態に戻せます。まずカップをつけたい服を試着し、アンダーバストの位置に安全ピンなどで目印をつけます。あとで安全ピンをつけたまま半分に折るので左右どちらかに寄せてつけると良いです。 T シャツを裏返し、中央のラインで半分に折ります。先ほどつけたアンダーバストの印と中央のラインに紙の端を合わせ、肩の線を決めたら型紙を作っていきます。形はかなり適当です。このように線を描いたら線に合わせて型紙を切ります。カップを出し入れする口は図の位置になります。本体を左右対称に生地に移し、次に上下対称にしてカップを入れる部分を移します。ロックミシンを使うので縫い代は不要です。生地を裁断しました。着古した T シャツのニット生地を使っています。カップを出し入れする口に伸び止め補強としてウーリースピンテープを縫い込みながらロックミシンでほつれ止めします。カップを入れる部分を本体側に折り返します。図の実線部分にウーリースピンテープを縫い込みながら点線も含めてロックミシンでほつれ止めします。型紙にカップが傾かないように縫っておく線を描きます。中央のラインから1、2センチ離れたところからカップを当てて転がしながらカップ下の線を描いていきます。型紙に合わせて生地に線を描きます。また使い回せるように型紙をカッターで切り抜いて使っています。左右に動かないように縦にも線を描き加え、その線の上をミシンで縫っていきます。ニット生地なので上糸にレジロン、下糸にウーリーを使っています。裏返した T シャツを広げ、前身頃にブラ部分を乗せます。最初に印をつけたアンダーバストの位置を合わせます。左右の縫い代に縫い付けます。最初と最後は30縫いで返し、中間はジグザグ縫いしています。肩は縫い代があれば脇と同じようにミシンで縫い付け、テープなどでカバーしてあり縫い代が出ていない場合は手縫いでテープをすくうようにして縫い合わせます。カップを入れたら T シャツを表に返して出来上がりです。普通の T シャツにカップをつけることができました。